安土大島の空中写真。2016年10月4日撮影の24枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。安土大島は長崎県の平戸島の北方にある島である。全島が長崎県平戸市に属する。通称で大島と呼ばれることも多い。平戸島の北、宅島のさらに北に位置し、平戸島北端から約 7km、宅島からは約 3km 離れている。北東方向の玄界灘には、壱岐やまだら島を望み、南西方向には、行月島がある。平地は少なく、海岸線は複雑で各所で断崖となっている。島の北東部には、大賀断崖がある。平戸市営フェリーが、平戸島の平戸港や、宇勢本港から安土大島の上浦港と安土港まで運航されている。一部の便は旧田平町の田平港にも寄港する。かつては三崎海槽のフェリーも運航されていたが、2012年1月末をもって運航休止となった。このほか、島内に長崎県立直教館高等学校大島分校が存在したが、2012年3月に閉校した。安土大島の方言は長崎弁が基本であるが、島であるために、その島内あるいはさらに地域内でしか通じない方言も使われている。今ではだいぶ標準語になってきているが、今でも島で生まれたものにしか判別できないような言葉が多数残っている。独自の方言の中でも、エヤーやフラホといった周囲の島や陸地では使われていないような言葉があり、エヤーは、水道等の水に空気が入っている状態を表し、英語のエアが転じて方言となったのではないかと思われる。同じく、フラホは海の上の浮きについた旗を言い、これもフラッグからの転化と思われ、明治維新以降次第に外から情報が入ってきた過程において生まれた方言だろうと考えられる。第162回芥川賞を受賞した小説家、古川正人は、母が安土大島出身であり、芥川賞受賞作、清高、粟立て荘だけでなく、以前同賞の候補作となった、ぬわんばならん、四時過ぎの船、ラッコの家などの作品中、大島弁会話を多用している。大島村、上浦島の海岸は、磯釣り客に人気がある。ありがとうございます。